はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回は5年目夏なので、ちょっとねいろいろ残してはいるんですが、こちら日の江潜水鏡行ってみたいと思います。おそらくここにカッパの関係のものがあるんだよね、多分ね。仕事の中にここの名前が入ってるんだよね。なのでこれで多分カッパを助けてあげられるんじゃないかと思いますよ。まあ今日はここがメインになるんじゃないかな。一回ではクリアできないよね、きっとね。よし、じゃあ行こう。ちょっと装備も変えておくかの。一番強いのでちゃんと戦おうかな。ちょっとまあ水系はやっぱりなんかありそうだからちょっと持っとこう。なんか余ってるのない？あ、なんかフンヌとか、なんかこの間覚えたね。耐水にするか。で、まずはこちらですな。近くに宝があるときに表示が出る。よいしょ、じゃあ行くぞ。さあ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 、これが使えなかったのか。今なんで今技出ないのか。溜まる前に終わっちゃうんですな。あ、青だからちょっとダメージが弱いですね。術属性はあんまり良くないのか。なんか青いのが動いてますね。この技は本当もはや変えられない技じゃない。痛え。飛炎っていう技はよくわかんない。あ、しじみには効果があるのか。こっちがしじみに効果があるんだ。両手武器がすごいな。あ、なんか書いてある。池締めの極意、装着武器の水に潜む敵のダメージが大きいって書いてある。あ、なんかそれあるかな。こっちにはない。じっくりいきましょう。さあ、宝がそばにあるよっていう感じなんですけど、この上でしょうな、きっと。やばい。何これ、保秘の妙薬。あ、なんかそういうのがあったね、そういえばね。あとなんか技を覚えてんのあんだよね。ド発電、ド抜き打ち、車輪弾、これ3つ外せねえんだよな。なんかいいのない？電光石火、高波返しが一番楽なんだよね。これにしよう。こうするとこのように、片手剣あんまり効かないから、こっち。あ、これだけでも倒せるんじゃん。こう。あ、結構威力あるね。結構威力がある。これはこの衝突ダメージが一番いいな。そこら辺にはあんまり何もないのかな。先行くぞ。木材普通か。俺には今何にくっついとるの。いや俺もここにくっつきたはずだったんだけど。上にもあるし下にもあるし。いけ。
撃はめんどくせえんだよな。転んでる間に叩けるよ。ほら、ああ全然余裕だったんですね。亀と戦うのも全然余裕だったわ。知らんかった。あれ、これ下なんかあったのかな。ここになんかあることが分かった。ここに絶対宝がある。宝がなーい。ないんかーい。なんだろう。ただ降りただけ。下もなんかある。あ、鹿がいる、鹿がいる。鹿がおる、鹿が。しかめんどくせえ。あの鹿戦うのはどうしたらいいのか。これかな、やっぱり。ほら。威力でかかった。え、これ何、なんもねえの。騙された。下降りてきたの意味なかったみたいな。なんだ、下敵だけかい。じゃあ上が正解だったのね。あ、また宝がある。宝があるんだな。じゃあやっぱり上に行かなきゃダメか。いや、結構二度手間の戦いになってます。さっきこっちに行かなかったからか。ああ、ちょっと待ってよ。どうすればいいんだ。こうしてここで一回キープね。でこうか、でこうか。あれ無理だな、行かれへんよ。ん、どうやって行くんだろう。この上に宝がありそうなんだよ。ほら、でもたどり着けない。こっちじゃないみたいですね。諦めよう。これで行くのか。 あったあった。これのことだったのかな、今キラキラ光った。あ、そうだね、なんもないもんね。なんかありそうだけど。おお、いいね、真っ赤なダメージ。あ、ちゃんとそういうのも気をつけた方がいいね。これ全然気をつけないからさ、そういうの。相手のなんか属性で弱点とかがあるんだよね、確かね。塩水かな。さあ、これで上まで行くと、でこっちに多分なんかねあると思うんだよね。あ、あるね。こっち行くか。うらー、うらー。はい、よいしょ。カメ弱かった。なんだよ、全然画面弱いじゃんか。もう空飛んでる敵用の技だからさ、この切り落とし外せないんだよね、これ。ほら、楽なんだよね、倒すの。でこうね。で今度はこっちか。なんか変な登り方しなくてもよかった。痛い。ああ、もうめんどくさいな。もうめんどくさいな。スズメごときに、スズメごときに。ああ、もうここら辺カットでいいな、これ。やっと登れた。多分きっとカットしてる、ここら辺。なんかできた、一命の粉。もう降りるのやめようかな。なんか何もなさそうだし。
で、これに乗ればいいのか。あ、やばい、夜になっちゃいそうだな。そう、あ、普通に乗れたな。いやー、この鹿嫌い、鹿嫌い、鹿嫌い。うわ、なんか勢ぞろい、オールスター勢ぞろい。あ、でもこんなに強くねえよ。ダーン、避けたのに。あ、意外と衝突ダメージの方が十分強かった。いやー、もう夜になっちゃうな。なかなか広いね。あ、よかった、これ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 があってくれてよかった。いや、よかったよかった。これじゃあ次、夏の2からはこれにしましょうね。ちょっと待てー、まだ待てー、まだ待てー、まだ待てー。ただこれで帰れるってことが分かったってだけでいい。すっぽん鬼大将キズメ、お前か。え、これもしかしてひっくり返る。あ、いや、ちょっとでかすぎてひっくり返んねえか、これ。うわー、え、これだけやってれば勝てんじゃない？今思ったの。うらー、そう、当たる？これひっくり返んね。あ、ひっくり返ったー、ひっくり返ったー。てかちょっと待って、ちょっと待って、今体力11、帰る。もう夜になっちゃったからね、もうダメだね今のはね。ついでに清水だけ行ってくるか。これ多分最終コーナーだよね。最終コーナーってなんか変な感じに聞こえたけど今。さあ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 、これは、うわ、ちょっと真っ暗でこんなところ来ちゃって申し訳ないけど。と、あら、なんか出てきた、料理書。真っ暗の時に来ちゃって申し訳ないですね。梅干し、あ、梅と塩で梅干し、湯豆腐、豆腐、昆布、昆布なんかあるんだ。で、清水、そうめん、麦、麦、塩、油でそうめんができる。へえ、湯豆腐食べたいな。梅も結構いっぱい取ったから梅干しもいけるね。濃い、岩菜、濃い、清水で、ここでなんかちょっと時間経っちゃうけど、どれぐらい美味しいもの取れる。これだけ、こんだけ時間消費しといて、これだけ帰る。じゃあ夕げまでカット。なんか夕げで喋るだろう。はい、というわけで先ほど来てみたら、あ、湯気をね、ちょっとね、食べたんですけど、何も特殊なイベントはなかったので、そのまま夏のに行きたいと思います。今回も日の江潜水橋行きまーす。さっき、ちょっとね、倒せなかったんで、今度はじゃあこの中ボス行きますか。すっぽん鬼大将。でもこんなにさ、石があんだから石で倒すんじゃないの ?47 しか減ないのか。それともこれの方がいい。あ、これの方が全然色高いね。ここはどう。これひっくり返ったよね、さっきね。ああ、これはどう。あ、いてててて、うりゃ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 。あー、でも弱いなこれ。普通に攻撃しても全然余裕だわこれ。あー、なんだ、弱かった。なんだ俺、これ石使って倒すのかと思ったんだけど全然強くなかったんじゃ。まあでもちょっとあれだったね、時間が経ちすぎちゃったね。じゃあまあここだったら次行っちゃっていいか。
中ボス倒すだけで終わっちゃうかなと思ったんだけど、なんだよ大したことないじゃないのよ。ちょっと危ねえ。ゴリ押しでも勝てるね、もうね、全然そんなに対してって感じだね。おりゃこの両手武器が結構強いわ。ここにあるね、結構。お、服の面ひょっとこみたいな感じ。服の面をゲット。琥珀を持っている量に応じて運気が増減する。いらんのそれはあんまいらんの。さあさあさあ次行きましょう。なんかジャグジャグ音が聞こえたけど、下になんかあんのか。あ、なるほど、これは落ちたらいかんやつや。痛い、落ちた、死ぬ。うわ、マジか。こうしてないとダメだね。うわ、マジかこれやばいな。あ、これ難しいぞ。え、嘘、マジ難しいぞ、本当に。どういうこと、なんで飛び降りちゃうんだろう。ほら、あれ、なんでだ、なんで飛び降りちゃうんだろうな。うわー難しい。もっと登ってられる。あ、そういうわけじゃないの。ただこれを超えるためだけのものか。清水なんもない。あ、でも宝はどっかにありそうやね。で、あとは降りちゃっていいのかな。降りちゃっていいのかどうかね。あれ、で、こっち側に行くとなんかあるかな。わ、なんかあると。ん、あれ進めない。これに乗っていかないといけない感じで、またん、うん、なんかある。なんだかよくわからんの。でもこっちになんかあるんだ。こっちから行ける？え、どういうこと？この上になんかあるっぽいんだけど、ちょっとわからんの。あ、これもしかして倒してないかもしれない。あ、まだなんか続きがあるのか。まだ敵出てくる。これで終わりかな。これ先進めんのか。ああ、それで。いや、もう
にも怖くねえな俺って思って。あ、これで宝箱があるのか。ちょっとなんか道間違えてるかな、なんかちょっと分かんないままこっち来ちゃったよな。宝箱とかそういうのもなんかちょっと逃してるっぽいような気するけど、ちょっと先へ進むことを急ぎますか。ちょっとさっきからあの宝が近くにあるっていうマークはね、あのキランキランは出るのよ、ほらこうやって。だけどね、全部無視してきちゃってね、ここまで。これが一番楽でいいな。あれどこにあるの。キラン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 言うんだけど、あれ落ちちゃった俺。どっかにあるはずなんだけどな。あ、なんだこれ、桃、間違った、スズメ肉でした。ここに宝があるんだか。あ、ここだー、ここだー。宗教入手な、やっとなんか宝らしい宝出てきたな。ちょっと取り逃しはまたそのうち。敵集団の全滅時に命が10回復、いいね。この技しか使ってないな、さっきから。楽でいいな、これでも。うん、違うか。あ、近いみたいだね。あとなんかある？なんもない。いてー。え、でも宝がここら辺にあるんだけど。ここら辺に宝があるんだかな、どういうことだ。うらえ。安全地帯から、ゲーキ、あ、いてー、安全地帯でもなんでもなかったーい。来い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 。こっち来い、こっち来い、こっち来い。大剣のため切り。ぐらーい。あ、逆、逆向きですよ。やべ、夜になっちゃう、夜になっちゃう。もうダメか。夜になっちゃうか。カッパの大鏡、いやーこれ多分ボスだよね。でもこれ多分今日いけないかな。ちょっとお姿だけ拝見するか。あ、調べる。よし、これで帰ることはできるね。そうだね、これが多分次だよね。主を討伐するって書いてあるから、これはじゃあちょっと晴れてる時に見に行きましょうね。今回はまあ無理していかなくても。すっぽん鬼大将キズメを夜間討伐、あとは何？そんなもんか。あと夜間っていうのがあったらちょっと今から行きますか。夜間敵討伐40。うわ、めんどくせえ、数かかるのはめんどくせえな。
めんどくせえなそれ。お、なんか覚えた。これはなんか覚えちゃったね。草抜きの匠、根深い雑草があっという間に抜けるようになるぞ。何の抵抗も感じぬ。これは極めし者の虚しさか。なるほど。とうとうその域に達したみたいですね。そういえば忘れてたね。これは装備変えないといけないんだっけ。どれだっけ変えるの。あ、農技経験値が増えるになってるね。じゃあいっか。ただ今なんかどっかで光ってるのがあったな。これか。進化。あ、まだまだ進化するってことなのね。はい、というわけでじゃあ今度こそこれでボスになるのかな。日の江潜水橋の主を討伐する。まあ、どんな主かは分かりませんが、一回お米作ってからの方がいいのか、それとももう今戦って勝てるのかは分かりませんが、ちょっとお披露目と。さあどう、一発で勝てる相手。ここが兵の湖じゃな。湖底から何か現れますぞ。わあ、これあれだな、このゲーム出る前から。これまた間の抜けた面構えよ。間の抜けた言われちゃった。確か動画で出てたよね。油断は禁物ですぞ。この大きな邪気、やつがここら一帯を滑る鬼に相違ありますまい。カッパ探しから思わぬ獲物が途切れたもんじゃ。森に続きこの谷もわしがいただいてやる。強い強い。さあどういう攻撃かをちょっと覗こうと。わわ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 、なんじゃこりゃ。わわわわわわ、いけ。あ、でも敵は出てこない。ちょっと待って、今普通に攻撃したら威力がなかったってことは術属性はダメね。じゃ次は突属性のこれかってことは、これもダメってことか。あ、これはいいのか。いけー。どうこれ。あ、オレンジだね。どこを見ておる。こっち行ったらいいか。あー、後ろにもあんのかーい。あーお、尻尾を振り回す技もあんのか。なるほど。もうちょっと武器を探してみるかの。今のところこれの突属性、あと 1.2 倍もあるのか。突属性が攻撃力ありそうだね。あと他に何もないよね。よし、じゃあ次こっち行ってみよう。術がダメだったんだよな。こっちもこれでいっか。で、水の中にいる時とかなんかそういうのもあるから、もうこれもこっちのかな。待て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 、じっくりじっくりと構えようではないか。これにしよう。これって何、毛皮を収集。こっちにしようか。お、なんか技使ってくるぞ。あー、ダメか。当たらなかったよ。もしかして地味にそうだった。よし、ってことはあれだな、武器も変えよう。両手武器の技が威力がありそうだから、両手武器の技ね。で、これは全く意味ないな。じっくりいこう、じっくりね。新たん起こしも意外といいダメージ入りそうだな。両手武器だから高波返しもいいか。電光石火がダメだな。ドハツもいいな。そしてドハツ点と、これは高波返しでいいでしょう。じゃあこれも新たおこし久しぶりでやってみるか。じゃあまず高波返しから。どこを見ておれ。いけー。あ、こんな早くなっちゃった。
わお、いけ。どういう攻撃？これで逃げる。こういう感じ。いてそれも当たるんかーい。体起こし。あれ、動けるの？ちょっと離れたらパワー回復する？回復するね。いて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 。いていていて。そこで回復するか。氷が起こってきた。回復するか。これ勝てそうだな。あ、ちょっとこれ威力ね。あ、届かないじゃん。あ、ちょっとパワーマックスまで回復しようか。いやー、これわかんない、これわかんない。痛い痛い。でも威力ない、ね。おっと、氷氷氷氷氷。ほが出ました。念願の収穫ですって。今。これでどうだ、800。ほら、散った。当たってみ、当たってみ。全然良くないから。いや、今の当たっちゃダメだな、ぼーっとしたら。あらたぼこしとか、あれよりも効くのがいいな。おお、避けれるじゃん。あ、当たんなかった。あ、痛い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 。ちょっと離れる。これ届かない。いいね、これ回復、回復待って戦えばいいだけの話だったんだ。ブロッキング、ブロッキング、ブロッキング、ブロッキング。俺には梅原みたいな技はできないね。来た時に相手の方向に十字キーを入れる。おーっしゃー、うまくいったー。ブロッキング、ブロッキング。1、2、3、4。あー、2つください。いけ。21しか減らないのか。これ、これやってもいい。どこを見ておれ。あ、当たんなかったわ、もったいない。これずっとこれやってりゃいいんやろ。全然当たらないですね。あー、食らっちった。ダメか。ほい、よいしょ。あー、900。はい、ブロッキング。1、2、3。あ、いける。難しいな。これで避ける。どうやって避けたらいいんだ。これもブロッキングしかない。来た。あ、ダメだった。うえー、そっち食らうの。大剣ダメ切り。はい、討伐。あー、1回で討伐できたね。そんな大して強くなかったか。新たな地域、水の湖へ行けるようになった。お見事。ざっとこんなもんじゃ。こんなもんじゃ。倒し方合ってた。ひょろろーん。カッパがなんか泣いとる。お主たちが例のカッパの仲間じゃない。色違いがいっぱい。もう安心じゃぞ。はぐれたやつもうちで面倒を見ておる。じつにこの湖に戻ってくるじゃろうて。なんか話してる。あ、喜んでる喜んでる喜んでる。これは喜んでおるのか。こたびは良い行いをされましたな。これぞ神の仕事。この玉も花形こうございます。疲れたわ疲れたわ。悪い気もせぬことな。帰ってゆるりとお休みください。今宵はさぞ飯がうまいことでしょう。こういうものか。ご飯おだれをおふくなされ。ご飯ご飯。なんかカッパなんかくれるかと思ったけどくれなかった。カッパついてきてるよ。ついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。後ろまでついてくるんじゃ。ぬるぬるは嫌いじゃと言うておれに。かわいい。みんな来た。
約束通り恩返しばするって本気じゃったか。ほんとこのなりで思いのほか律儀だな。しかしこやつらに何ができるやら。この辺りを東の森に加え北の谷の方まで足を伸ばせるようになったということは、あるいはカッパの手を借りることでさらに他を広げられるのでは。野良仕事を任せるのはさすがに無謀ではないか。なんでカイマルはわかるの言葉が。ユイちゃんも言ってみる。それでは、それがしのタ、カッパのタはこの神殿のやり方に習って米を増やすといたしましょう。先々の収穫が楽しみになるの。なるほど、今度はカッパはあれなのね。田んぼ一緒にやってくれるのね。そういう効果があると思わなかったな。というわけで今回はじゃあちょっとさらっとクリアできましたね。でじゃあ次どこに行けるのかをちょっと見ておきますかな。あ、結構琥珀少なかった。これだけじゃあれだからね、ちょっと他の場所も行こうかな。もったいないしね、あげるものがない。どこが増えたん？なんだこれは。白母の洞、天返しの宮。お洞が出てきましたね。足雲族が鬼衆に追い詰められ散っていった地の一つ。闇の中では鬼にかなわないと知りながらも彼らはこうした穴に隠れようとした。あとは水の湖。まあ、なんかいろいろ取れそうですね。で、これは天返しの宮。あ、これも最終派遣なんだ。まあ、でも自分でも行くことできそうだよ。謎に包まれた古代遺跡、長い洞窟の先には三柱の都を彷彿とさせる宮廷が地中深くまで広がっている。なんでしょうな。とまあこんな感じ。じゃあちょっとどこ行こっか。白母のほら行ってちょっとアイテムだけ取って帰ってくるか。今日ちょっと多分長そうだからね。あ、なんか鬼どもが死んでいる。なんじゃこれは。おや、なんだこれは。来ちゃいけなかったかも。うえ、なにこれなにこれ。うえ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 。ちょっと待ってくれ、全然聞かない。今度こそ術かな。これはなんかうっかり入ってきてしまったんだが、なんじゃの。あ、全然ダメだ。痛い。わあ、めんどくさいめんどくさい。これ何なの何なの何なの。説明をお願いします。どこを見ておれ。魚見返しだ。回復を待って。倒した。あ、でももうちょっとで倒せそうだな。ちょっと待ってろ。終わったー。これ何？終わりたいの？何者じゃこやつら。鬼ではないのか。動きもまるで足蜘のようじゃった。今のはよもつ神ですな。よもつ神。おそらくは足蜘族のよみがえりにございましょう。この玉を目にするのは初めてですじゃ。そのよもつ神とやらは鬼とはどう違うんじゃ。その差が横島にして悪に落ちたる神を鬼とすれば、死をまとい死をもたらす神がよもつ神にございます。
なんかまだ来ちゃいけなかったような気がする。それは聖者である限り、等しく恐ろしきもの。鬼とて例外ではありますまい。どうやらそのようじゃの。足蜘蛛族は鬼どもに追い殺されたとのことでしたな。自らの仇を自らで撃ったか。やめ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 。そんな話をしておっては夜に川屋に行けんようになってしまうわ。もう帰ろう。という場所でした。こんなところ来るんじゃなかった。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや、アイテムもらえる最終地だと思ったのになんか話始まっちゃったよー。